どうも、今日はね、王の放送協会特別編ということでね、いつもだったらね、土曜日は王のダンスをやってるんですけども、王のダンスは明日ということで、今日は特別編の、感じとなります。タイトル、王のとじいちゃんの2人旅。ありがとうございます。今日はね、もう、本当特別、もう今日特別です。今日ね、初めてのゲスト、ワンちゃん以来のゲストですね。いきますよ、こちらです。はい、どうも、映っております。今これが僕のおじいちゃんでございます。今日はね、ちょっとあれ、じいちゃん、ちょっと。はい、映ってますね。これがね、じいちゃんです。今日はね、特別放送ということで、二人旅、今日はもう二人旅をね、お見せしたいと思います。よろしくお願いします。はい。さあ、着きました、ここはね、由緒正しい、お寺の方に着きました。今からね、1年の、お前は1年の名前してよくわかんないな、王の放送協会の、繁栄を願ってね、2人で、やっていきたいと思いますね。お寺に、行きます。元気のない獅子舞がいますね。はい、出てきますよ。出てきますよ。はい、出てきました。全く覇気のない獅子舞が、おめでたくない獅子舞がいます。残念ですね。非常に残念。もう寂しく帰っていく絵、これはほらもう早い、あちらの一般の方の方が早いということでね、本当ありがたくない獅子舞でした。いやー、いやー、本当に、今からね、お参りするんですけども、大金をはたいてね、お参りしますんで。王の放送協会、1年、飛躍の年になるように、チャンネル登録者数1000人、1000人を、目標にね、もし今年12月31日の時点で、1000人に達してなかったら、今年はね、五輪オリンピック、五輪イヤーということでね、頭を五輪にします。はい、もし1000人達成しなかったら、頭を、五輪にさせていただきます。決意です。決意表明。ね、楽しみにしててくださいね。12月31日よろしくお願いします。今ですね、ご祈祷ということでね、非常に、重苦しい雰囲気となっております。オウムの放送協会史上、最高の重苦しさということで、まあね、でも1年の、ね、繁栄を願うということで、私大野貴弘、このじいちゃんと一緒にね、1年の繁栄をお参りしたいと思います。今、大野放送協会の、繁栄を願って、ご祈祷、してきました。今終わりました。まあね、今じいちゃんが、うんこしてます、ご祈祷終わった後にうんこということで、うんが流れたんではないでしょうか。心配です。うん。まあね、大野放送協会繁栄を願ってますんで、まあ、さっきも言いましたが、1000人、チャンネル登録者数1000人超えなければ、今年中に超えなければ、私大晦日、今年の大晦日に、オリンピック五輪イヤーということで、髪の毛を、五輪にしたいと思います。もうそれは決まってます、はい。王の、大晦日に五輪というねタイトルの動画を、出さないように、うん、本当は1年頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで今日は、じいちゃんと二人旅と題しまして、お参りに、行ってまいりました。大野放送協会1年の繁栄を願ってまいりました。ありがとうございます。では最後に一言、夢で会いましょう。チャンネル登録よろしくね、はい、バイビー。大野貴弘、五輪になりませんように。